水深60メートルの鬼池沖です。現在時刻が11時5分です。潮流が 3.8 ぐらいありましたけど、こんなん撮ってる場合じゃない。さあ、重りは、鉛の15号に天草天野のエビ錦掛けを落としてて、まあ、そこ取れるかなと思ってたらゴツッと来ました。ゴツッと来ましたが、姿はまだ見えませんね。ちょっとだいぶ抵抗力はなくなったかなと思ってますが、まあ、キロはあるでしょう。ちょっとさっきはスピニングだったんですけど、このベイトに変えてるんで、ちょっとどんな感じか分かりませんが、ドラグの出具合がですね、分かりませんが、そろそろ魚体が見えていい頃だと思うんだが、よいしょ、あ、軽くなってきましたね。上に向いてるのかな。ちょっと見えてきました。見えますでしょうか。ん、なんかタイですね。ね、あ、タイだ。おお、いいサイズ。50かな。あ、大したことなかったですね。すいません、申し訳ない。食べ頃サイズが釣れちゃいました。おお、いいサイズですね。ありがとうございます。また来ましたよ。ですね、今ただいまの時間が、ちょっと雨が降り始めましたね。1時40分、1時40分、潮流がほとんど1メートルぐらいのところでボトムを探っててですね、潮止まりっぽいんですけど、さっきからずっと動かないところでガツンと来ました。あそこは野釜島、黒島でしたっけ。はいはいはい。で、左舷にちょうど湯島が見えるんですけど、まあ、タイが釣れたようです。さっきのコロダイよりは重くはないんですけど、コロダイよりは引いてますよね。のせかな、そこまでは言い過ぎかな。ただ45のタイよりも引いてるような気はします。水深何メートルでした。水深は今40メートル。水深40メートル。はい、だいぶ抵抗が甘くなってまいりましたが、お、ちょっと見えて、見えました、見えました、浮いてます、タイです。あらららら、そんな大きくはなかったですね。さっきの45と大して変わりはありませんが、すいません、また釣っちゃいました。